新型コロナと暑さ、2つの対策を両立するための新製品が東京ビッグサイトで披露されています。こちらの T シャツ、この部分にセンサーがついてまして、体内温度を推定することができます。温度が上がりすぎると、このようにスマホで警告が発せられます。マスクの着用で熱中症のリスクがより高まる中、服の中の温度や湿度などから体内温度を推定する技術が搭載されています。センサーが検知したデータで体調不良の予兆を捉えることができるということです。このほか、小型の扇風機が内蔵されたスーツもお披露目されました。これまでは屋外作業用のベスト型が主流でしたが、日常使いができるスリムなタイプが登場しました。